どうもこんにちは、折り紙セットです。はい、今回は、うさぎの折り方を説明していきます。はい、で使う材料は、折り紙1枚です。はい、では早速折っていきましょう。はい、まず半分に折り筋をつけます。はい、そしたらその真ん中に合わせて折り筋をつけて、こっち側も折り筋をつけます。そしたら閉じて、でこの縁に、あ、その三角みたいな形になるように、まあこんな感じで折ります。はい、でそしたら開いて中に潰すように折り目に沿って折ります。はい、そしたら裏返してこの折れるところまでこうやって折り目つけて、そのここの部分に感じに折って、そしたらこの部分をこのように折ってください。はい、でそしたら裏返してここの辺が真ん中に来るようにこのように折ります。裏も反対側も。そしたらこの点とここの点がもう沿って、でこんな感じになって、あのもうちょっと微妙に、まあうん、はい、そしたら後ろに半分に折って、でこのように折ったら、この顔を、ま、立てます。はい、でこうなったら中輪折りします。はい、こういう状態で、で、
このようになったら、この辺が後ろに来るように両方持ってください。でこうなったらここをここまで持ってきます。でこうなってると思うので、この角を中に持っていきます。はい。でこうなったらこの耳を指で開いて、でまあこれでウサギの完成です。はい。でまあもうちょっと今回は、まあ、ちょっと首が長くなっちゃったんで、そこら辺は、まあ、こんな感じにしてもいいと思います。はい。今回も見てくれてありがとうございました。よかったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。